鹿児島大学の入学式が今日行われ、2548人が学生生活をスタートさせました。式ではマスクの着用は個人の判断とされましたが、3年間の高校生活をマスクをつけて過ごした新大学生らはどのように式に臨んだのでしょうか。鹿児島大学では今年度9つの学部に1942人、大学院に606人の合わせて2548人の学生がキャンパスライフをスタートさせました。今回の入学式は4年ぶりに入学生が一堂に会しての開催となり、およそ1900席あるホールはほぼ満席に。学生の代表が力強く宣誓の言葉を述べました。宣誓。学生の本分を守り、学業に専念し、もって社会の期待に応えることを誓います。式ではマスク着用は個人の判断とされましたが、マスクをつけずに式に臨んだ学生はごくわずかでした。今後個人の判断に委ねられる機会が増えそうなマスクの着用、新入学生たちはマスクについてどのような考えを持っているのでしょうか。コロナも落ち着いていると言ってもなくなってはないので、まあ多少はつけていきたいと思ってます。顔を晒したくないっていうのはありますけど、周りの流れというか、周りがつけていったので、これからも周りの目を見ないといけないと思うと、ちょっとしんどいかなと思います。やっぱり3年間ずっとマスクつけたままだったんで、ちょっと今さら外せってなっても、ちょっと違和感があるな。個人の判断にしていただいてありがたかったというか、自分で決められたのが良かったなと思います。家を出るときにも自然に手がマスクに伸びていました。友達の顔もできるだけ見たいので、少しずつ撮っていけたらいいなと思ってます。マスクはどのようにして式に臨みましたか。式中は外してましたね、はい、外せない息苦しさとか感じてたから、今日は外そうかな、せっかくの晴れ舞台だから外そうかなと思って外しました。まあ、できるだけ自分も見せた方がいいと思うし、相手の顔も見たいので、マスクは外していこうかなと思います。はい、友達の顔も見たいので、これからは外していけたらいいなという声もありましたけれども、はい、本当にこれからの4年間皆さんの顔が見える4年間になるといいなと思いますね。そうですね。3年間マスク生活に慣れたがために、まあ、いろいろな葛藤があるような様子も見て取れましたね。はい、入学おめでとうございます。おめでとうございます。